い、どうも。こんにちは。始まりました。ゴールドバンバンゲストリレー。はい。ということで、前々回公演の、突撃成田ゲストリレーというのをやってたんですけど、はい、それ続きまして今回のマッシュアッププロジェクト第1弾のゴールドバンバンにもですね、ゲスト様とこうやって動画を撮っていこうと思います。はい。はい、というわけで、栄えある第1弾はですね、もう10年前の本家から出てくださるレジェンドキャストということで、石原翔一さんに出てくださいました。よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。いや、光栄です。10年経って稽古場にねえ、同じ翔一さんがいるという。いや、ねえ、10年前見に来てたっていうね、はい、客席にいたっていう、客席にいました。何人かで、ゾロゾロ行ったね。ゾロゾロ、7人か、なんかそれぐらいだったね。あの時多分ね、自由席やった。そうで、桟敷やって、桟敷やったっけ、あれ確か、はあ、前だけ桟敷とか、ね、そう、確かそうや、はあ、はあ、はあ、なんかそこに座った気がする。私椅子や。あ、そっか、私は多分椅子や。あ、じゃあ椅子か、ごめんなさい、椅子かもしれない。でもなんかで桟敷はなかなかないね。なんかでもなんかそんな別の芝居と混同してるかもしれない。でもなんか、みんなで見に行って、当時はゴールドバンバンとグーグームーチョ、グーグームーチョ2本立てやったからね。こっちも2時間半ぐらいの超ボリューミーな。いや、だからゴールドバンバン1個目に見たんやけど、だから確かそれ見て2時間半見て超面白かったと。いや、仲間で大興奮です。で、こんな面白いのもう1本見れるのみたいな。まあね、グーグーも超面白かったですね。カルロスがスーパーカルロスになる。あ、そうですね、金色になってましたですね。ゴールドバンバンの方では逆回転です。藤子が逆回転ですね。藤子が最後に超パフォーマンスがあって、まあその超パフォーマンスがあったので、こっちは我々はちょっと選ばせていただきました。いや、でもね、やっぱり一撃屋といえばちょっとめくるめく演出が売りですから、体を使ってね。いや、どうやるんかな。いや、もう今からね、まだ実はそこは。いや、まあね。で、シャルさんには本家から続投して、アントニオ・バンデラス・デイズ。いや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 、ねえ、いかへんのかよ。いやいや、キャスト変わるパターンもあったかもしれんけどね。でも同じ役でっていうのは、いや、これはありがたいです。当時、嬉しい。あの、まあグルービーデイズシリーズですか。で、これ2本目なんですよね。そうやね、グルービーデイズ・マリオ、ゴールド・バンバン・グルーム長。はい。で、そこ以外にも、まあ赤星さん演じていたカルロスとアントニオの兄弟、いろんなところに出てきてたけど、実はね、水密作品には、バートンズにも出てきましたね。そのね、ボブがやったボボボボボちゃんっていうのの大阪公演でも、なぜか顔マ的な、ありましたね、出てきて。で、あの、なので、それはやっぱり石原さん出てもらうんだよね。嬉しい。いや、本当に、いや、こちらはもう本当に出ていただける時が来るなって。ほんまに、いや、赤星君の方が良かったんちゃう。カルロスの方が良かったんちゃうか。いや、もうカルロスはもう竹村さんに。あ、そうですか。いやいや、ね、これもまたね、それね、僕ら本当に、だから石原さん出てくれる、それはやっぱ本当に良かった。で、まあいろいろキャスト、もう今やみんなもうだいぶ、なんていうんですか、あの、重鎮って言うとあれですけど、僕らからしたらだいぶ大先輩、大先輩なので、当時の10年前のね、あの、誰がどの役やるかってかなりハードルがそれぞれあるな。カルロス超人気、そらそうやん、そらそうやん。だからそういう意味では、カルロスやるの誰がやる、一撃や、あれは一撃やでやらなあかんやろって竹村。あん時のみんなのパーってなった感じが。よくぞいてくれた。いや、ほんまに。赤星さんはもうイケメンな。竹村さんはね、イケメンっていうか、どっちかというといつも自分はゴリラやで。自分自らゴリラ発言。ただ、そこは。イケボディ。イケボディ。イケボディ。クリックリ。でも、あの、
アントニオは、うん、あの兄弟です。そうや、ね、兄弟感が増した。そうそうそう、分かる分かる分かる。僕もね、2つ下の弟が実際いるんやけど、はい、弟の方がでかい。せん、いつか抜かれた。竹村さんと石川さんの兄弟は、そうね、兄弟感が、あのそういう意味では赤星さんより増した。あ、ぜひね、ツーショットでよく果たしてほしいですね。似てんなっていうね。あ、まあまあまあ、いやでも本当、これは楽しみですよ。よう若返るなと思った。もう今何回か稽古ね、はい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 、いろいろつけてもらってると、ね、かなり本家を、うん、あの僕らはもうみんな見て、はい、あの映像で見直して、うんうんうん、まあ引き継いでるところと、はい、新しく僕らでつけ直す、うん、させてもらったところと、はい、まあ、色を、ね、2つの色をちょっと沿わしてるんですけど。うん、僕は当時、本当台本がどんどん出来上がりながら稽古をつけていったからさ、あ、そうですよね、最後どうなるかも知らんままずっと頭からやってたわけやん、はいはい、みんなはもうね、もう起承転結知ったわけで、これああしようこうしようってできるやんか。そこはもう全然大きな違いかなり似せるんですよ、ね、もうほらもうペース配分組めるやんか。その、ね、当時のことをお聞きしてしまうとあれなんですけど、まあ、ネタバレになるんですけど、その大回転っていう存在は知ってたんですか、うん、全然知らん。マジっすか。あんなそんな急にやるとか言い出した。最後にやってきたんですよ。最後言うか、なんか途中、うん、追加の台本が来て、何これみたいな。うん、ほんまにあんのみたいな。それやる。ね。先日もなんか、ね、風呂入ってて急にひらめいたとか言うてる、ね。知らんかったけど。それ恐ろしい。ほら、そうやで。それだ、ほんとあれを一回、とりあえずアラ段取りを全部一回、その森の宮のね、はいはいはい、プラネットステーションでもう今なくなってマンションになったけど、はいはい、あそこヤングスクエアっていうところでやろうぜって、稽古場終わった9時半、10時半ぐらいからもうやりだし、もうみんな電車なくて帰る帰るなって、残ってるやつらだけで5、6人でやったんです。すごいっすね。曲かけて、もう大変やったけど、なんか終わった後は妙な高揚感できたできたよね。あったあったあった。だからそのね、うん、それがね、うん、後半の、うん、急に怒涛のように肝ですよ、あのやってきますので、ね、お楽しみに、ね、いやもう一撃や流にどう生まれ変わるか、いや本当にちょっとそこは楽しみです ね、 ね、小屋もね、ヘップホールからセカンドに変わるからね、はい、よりちょっとギュッとなりますね、ね、はい、小劇場的な、そうですね、ね、いや西分は動くね西分は動くね、今動くカメラの奥で苦虫ね、噛みつぶした顔して、いやもうキレッキレにね、キレッキレにね、もう足が上がる上がる、ね、筋肉痛なんて言葉は彼女の辞書にはないからね、なかったですね、今のところね、パリ専門もビュンビュン行ってますよね、行くよね、さすがもう2015の藤子は、はい、あ、三谷さんも脅かすね、そう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 、ご覧のところで言いたい放題や、いやいや、マリオもね、楽しい、あ、そうですね、マリオももうね、僕がもうね、ザーン言うて、ね、死んだ魚の名でやってますから死んでるね、あの、ほんまにセミさん、2015バージョンにちょっとそう、書き直してもらってるね、ちょこっとね、ちょこちょこなかなかね、やっぱ彼にも思い入れのある本やということでね、本当に、うん、頑張ってますね、はい、いや客演の方もね、あのなかなか息のいい、息のいい、そうなんです、素晴らしい、石原さんにはレジェンドとして出てもらってますけど、他はほんまに急にグンと若い、いや本当、僕初めての方ほとんどやし、そうですよ ね、 ね、20代前半が重だって、多いね、そうです、多分共演者の皆さんも多分まだ僕の年齢知らんと思う、聞いてびっくりすると思う。多分あなたたちの倍ありますよ。いい人たち多いと思うから。はあ、わあ、そうか。いやでもそれはでもいい。はい、あ。俺はでも暴れますよ。うわあだ。誰よりも高く飛びます。いやーし。絶対来てくださいよ。もう皆様。というわけでですね。はい。これリレーなので、ちょっと次はバトンをちょっと渡したいんですけど、はい、次はジェイさん。オニクロソレイユの城之内さんと国民劇団の東ちゃんに出てもらっていますので、いいですね、2人とも、うん、ちょっと何か質問バトンとかを渡せたら、僕から、はい、石原さんから、あ、僕からまだちょっと全然わからないと思うんですけど、あ、本当、あ、じゃあ、はい、そうですね、劇場が、まあ、インディペンデントシアターセカンドなんで、はい、劇場の最寄りの、はい、おすすめの美味しいお店、なるほど、これちょっとね、これ見たい方もね、はい、あ、じゃあそこちょっと芝居終わった後食べたいとかね、はいはいはい、はい、ね、あの立ち寿司とか、ね、
もうさっき潰しとこう。王将。王将。マクド。カレー屋さん。ミスド。ミスド。チェーン店ばっかりや。で、ここはいいよっていうのね、あったら教えてほしいですね。はい、ぜひぜひ。じゃあ、2人ちょっと次聞いてみたいと思います。はい。では、はい、このところで終わりたいと思いますが、まずゲスト第1弾のゲストはですね、はい、石原翔一郎の、石原翔一さんでした。ありがとうございました。